呪は、ファイルのスペース使用量、つまり、ファイルシステム上でディレクトリ、またはファイルが実際に使用しているスペースを、推定するために使われる標準的な UNIX、プログラム。呪ユーティリティが最初に出てきたのは、AT&T ユニックスのバージョン1である。GNU コリユータルズにバンドルされているバージョンの呪は、トルビュールングランランド、デビット・マッケンジー、ポール・エグルト・とジム・メイリングによって書かれた。 デフォルトではシングルユニックススペシフィケーションはジュが現在のディレクトリに含まれる各ファイルとディレクトリに割り当てられたファイルスペースを表示することを仕様に定めている。リンクはリンク先のものではなくリンクファイルとしてのサイズを表示するだろう。ディレクトリの内容のサイズは期待通りに表示される。ジュが報告するのは割り当てられたスペースであって絶対的なファイルのスペースではないため 順によって表示されるファイルシステム上のスペースの合計値はファイルが削除されたがそのブロックはまだ解放されていない場合には DF によって表示されるものとは異なる。またファイルシステムのデータブロックを割り当てる最小限設定とスーパーユーザーのプロセスは合計ブロック数と使用されているブロックと利用可能なブロックの合計値の間にフ一ッチを作り出す。 最小限設定は通常合計ファイルシステムサイズの5%程度に設定されている。さらなる情報は、コアユートルズ FAQ を見よ。JU は一つの引数を取り、それは JU が動作するパス名を指定する。もし指定されなければ、現在のディレクトリが使われる。スースは JU が以下のオプションを取ることを規定している。他の UNIX と UNIX ライクなオペレーティングシステムは、 さらなるオプションを追加していることがある。BSD と GNU の字は H オプションを指定すると適切な SI 設定字を付けた単位を追加してユーザーが読みやすいフォーマットでディスク使用量を表示する。ディレクトリの合計値をキロバイト単位でドルジュ SK152304 ダイレクトリー11856548ダイレクトリー2 ディレクトリの合計値を人間が読みやすいフォーマットでドル受手 149M ダイレクトリ 11.8G ダイレクトリ2現在のディレクトリにある隠しファイルも含んだすべてのサブディレクトリとファイルのディスク使用量ドル受 SK ソート N 現在のディレクトリにある隠しファイルも含んだすべてのサブディレクトリとファイルのディスク使用量ドル受 SK ソートナンバー。現在のディレクトリ直下の角、サブディレクトリの A と、最後に全体の合計値をつけて、すべて人間に読みやすいフォーマットで、ドルジュ D1CH。あるいは GNU のジュでは、ドルジュ MAX、DEPS イコール 1CH。ルートディレクトリ直下の角、サブディレクトリの A と、最後に全体の合計値をつけて、 すべて人間に読みやすいフォーマットで他のファイルシステムまでたどらない。バリエーション TMP または他のディレクトリがルートディレクトリとは別の記憶装置にあるときに有用である。ドルジュ D1CHX あるいは GNU のジュではドルジュ MAXDEPS イコール 1CHX ありがとうございます。